ファンタスティック原田、高岡早紀、寺島しのぶ、井出らっきょ。この裸つながりですね、完全にね。すぐ脱ぐ。どういうあれなんですか、友達なんですかって、あれなんです、結構裸のパーティーやりましたね。ラジオネーム、ファンタスティック原田。松本幸四郎、ラマンチャ、バンテリー。これもう3日連続松本幸四郎で。ちょっと違うのかな。松本幸四郎さん出て、ラマンチャの時はゲゲゲで出てきて、バンテリーでテッカテカの顔で、顔にバンテリー塗りたくってテッカテカの顔で。うん、面白い。1枚あげましょう。ラジオの長寿ギガ・ジャクソン。斉藤陽介、綾瀬はるか、ガチガチのフランスパン。いや、ダメでしょ。しゃくってるね。しゃくってますね。綾瀬はるか。綾瀬はるかって可愛いな、あの人な、やっぱり。俺、ちょいしゃく好きだからさ。ラジオネーム、シカトロック。松山健一、小田切城、前田敦子。この週のやっぱりいいともはもう視聴率低いでしょうね。この3人が続くと。まあ、ドラマが低視聴率だった人たちでしょうね。これ危険ですよ、いいともが。もうこれは。これ一個あげましょう。ラジオネーム、ファンタスティック原田。ドクター中松、原田大二郎、池谷幸雄。これ落選。もう落選した人ばっかりちょっと面白そうだなぁ。ラジオネーム、三平。ノエル・ギャラガー、テンチム、リアム・ギャラガー。テンチムはこの、ギャラガー兄弟の、なんで間に入ってるのなんかあるんだろうなぁ。カリスマブロガーって、テンチムってね。なんだろうな、ああいう人たちってね。ああいう人たちって結構面白いのかなと思ったらさ、そんな面白くなかったし。何ですか、おしゃれとか、おしゃれな感じなんですかね。おしゃれなんだね。女の子が喜ぶ。なるほどね。ラジオネームさんって、1個、2個、3個。一個二個三個いいですね。でもいいと思うさ、お友達呼びますシステムじゃなくなったわけじゃん。そうなんですよね。そうするとこういう遊び本当に実際できてくるよね。できそう。ちょっとスタッフだけ笑ってる。一個二個三個面白くあげよう。はい、FM 長野、ラジオネーム、農機具。竹井恵美、有吉弘行、10代の頃の相武咲。俺が好きな人と。竹井恵美の今の JTB の CM 知ってる？かわいいですね。すげえかわいいな。かわいいな。あんな娘がいたらな。娘ですか？彼女じゃなくて。なんかやっぱもう10代の子を見てさ、俺ちょっと、なんかあんなこと付き合いてえなと思わなくなったね。さすがおじさんだから。そっか、10代だともう20。もう20個近く離れてるってことでしょ。さすがにないんだよな、俺そっちの毛が。それはいいことだと思います。そっちの毛ほんとないんだよな、俺。どっちかって言ったら。上が好きなんじゃ。上ってことはやっぱりあれだよ、本当に本当にちょうど20代ぐらいが好きよ。まあ20代30代が好き、ね、はい、同い年ぐらい。まあ当然なんだけど、ラジオのペケミニ、ゴリラ、マウンテンゴリラ、根本晴美。ゴリラばっかりじゃない。ゴリラ、マウンテンゴリラ、メスゴリラでもいいですけどね。はい。もうあれ、根本晴美ってもうやめたんじゃなかったっけな。え、やめちゃったんですか。どっか今海外行ってない。そう、うん、
オーストラリアとかどっか、多分。だからちょっと休ん、ね、休んでるっていうか、もう復帰しねえだろ。ちょっと見れないんだ。見れないよ。はい。じゃあ、ラストね。ラジオネームゴルゴ31。ゾマホン、木の実7、ガルベス。え、な、顔の系統。顔の系統が似てる。以上で。ラジオネームゴルゴ31。三村、日村、志村。これ間違いやすいね、でもね、本当に。あの、聞かないととかやってると、三村さんと日村さんいるとさ、お客さんがたまにちょっと本番前とか声かけるのよ。日村さん、そしたらさ、三村さんが手振ったりして赤っ端かくっていう。わ、恥ずかしい、それ。それ、ちょっと恥ずかしい。志村さんもあるよね、間違いやすいけどね、結構ね。だから何なんだよ。いや、そうですよね、ほ、うんとに、うん、ラジオネーム、ゴルゴ31。ゆうか、えーた、じーた。デレクジーターですか急にじーた、苗字ない。ラジオネーム、レペゼンチチブ、うん、お釈迦様、キリスト様、白龍様。めっちゃ面白くねえから。面白くないって。やめなさいよ、もう。ラジオサンタス4、小島春菜、うん、大泉洋、茂木健一郎。毛でしょこれ。その毛もそれ、小島春菜のはさ、この番組のリスナーが言ってる陰謀のことでしょ。髪の毛はちゃんと綺麗ですよ。綺麗でしょ。椿の CM 出てるぐらいが綺麗でしょ、うんうん、うよ。FM 長野納豆パフェ、ハリセンボン近藤、柴田理恵、南高節。おばさんね。おばさん。おばさんが。おばさんが3人するって。おばさんじゃねえよ。南高節は。ラジオネーム真夏。矢田亜希子、山口萌え、高岡早紀。離婚ね。山口萌えってさ、はい、そもそもさ、はい、俺初めて会ったの、猿岩石の2枚目の CD を出した時のプロモーションビデオのヒロイン役で出てた、山口萌えちゃん、好きっていう歌の時に、その時はもう本当になんかもう、だからもう年、当然年下だしさ、もうだから子供みたいなもんよ、ね、子供みたいなやつだなと思っててさ、まあそこからバンバンテレビ出ていくわけよ、不思議ちゃんみたいな感じで、でずっとそれ見てたらさ、急に結婚したじゃん、急になんかやっぱ大人っぽくなるよね。で離婚してまた大人っぽくなるでしょ。なんか女性は愛されて。なんだな、あれ急になんか俺より年上の感じするよね。してくるんだよね、不思議なもんで。経験するとそんなんですかね。ね。いろんな嫌なこととかも。いや不思議なもんだな、女ってね。女ってな。ラジオネームゴルゴ31。万田久子、陳建一、玉木宏。これダメよ本当に。万田久子、陳建一、玉木宏じゃないんだよ。万陳玉じゃないんだよ。何なのこれ。これタモさん気づいたらでも言うだろうな。あれ万田久子で陳建一の玉木。万田だよ。並んじゃったねって。並んだな、ショーパン。わかる？はい。ラジオネーム、ハマトラ。今ね、一個あげよう。ゴルゴ31、一個あげとこう。ラジオネーム、ハマトラ。赤坂康彦、クリス・ペプラー、ネズミス。いや、パーソナリティとしては1枚落ちるでしょうよ。ネズミスは。赤坂、ペプラーさ、一流も一流なんだ。ネズミスはまだ早いです。これからパーソナリティとして。ラジオネーム、レペゼンチチブ。果物ナイフ、チェーンソー、綾瀬はるかの顎。いや、そういうことじゃないんだよ。綾瀬はるか、そんな尺ってないんだよ。ちょい尺だから。可愛いから余計目立つんですかね、ちょっと。なんだろうな。うってなってる。うってなってないっつうんだよ。FM 長野ラジオネーム納豆パフェ。早乙女太一、高島正信、玉置浩二。優しそうな人ばっかりじゃん。どうでしょう。暴力とか振るわないよね、この人たち。優しい人ばっかり。きっと、はい。ラジオのファンタスティックなのだ。バッタ、イナゴ、カナメ、ジュン。ライダーだったしね。虫っぽいけど。リズムがいい。ラジオのファンタスティックなのだ。
おすぎ、ピーコ、ジョン・トラボルタ。トラボルタそんな公言してないからさ、あんお姉けんって感じじゃないでしょ、うん、いわゆるゲーでしょ、ゲーでしょ、おすぎピーコって長ってことはちょっとお姉だからね、おすぎとピーコは完全に、大丈夫、鳥獣ギガジャクソン、バカリズム、ラーメンズ、どうもとつよし、かっこシュールシュールじゃない、別にやめなさいよ、面白いけど一枚あげちゃう、あげちゃうけどあんま知らないよ俺はラスト、ラジオネーム鳥獣ギガジャクソン、泉元や林家正蔵の村さんちよなんでくぐりかかる、いつにもっとよ夏勢だってサッチーもそうだった、忘れてるし、こんなのピンとこねえよ、お前だけで覚えてんのすごいですね、知識がやめなさい、いきます、はい、FM 群馬チュリスケ、はい、ディープインパクト、オグリキャップ、森泉名馬ですもんね、全部三冠馬ですか、いやちょっとディープインパクト、森泉来た、森泉来た、森泉来た、森泉ゴール着でゴールインくだらないか、ねえ、FM 山口ブラブラブラゼル、はい、所ジョージ、山本ジョージ、ジョージクルーニー山本ジョージがすげえわ山本ジョージさんすげえな、気持ちいいですね、ジョージクルー、いやどうしようかな、明日ヨッシー、ヨッシーヨッシー行くぞ、呼んじゃう、ジョージクルーニーにしようすごい人脈ですね、FM 長野孫竹、はい、市川海老蔵、うん、アーノルド・シュワルツネッガー、宮根誠司隠しちょっと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 隠しごそうと思ったからもう覚えるのを忘れてるんですからシュワルツネッガーの隠しごっていいよななんか友達にこっそり言いたい、これ絶対内緒なんだけど、俺ほんお父さんシュワルツネッガーなんです確かにかっこいいですねかっこいいな、FM 群馬チュリスケ、はい、剛力あやめ、富永愛、道端ジェシカ、カッコで中のゲって感じいい加減じゃない、何を言ってんだお前、トップ女優とトップモデル捕まえて何が中のゲだお前、道端ジェシカさんが超可愛いじゃないですか、俺はそのニヤニヤしながら売れるジェシカはあれでしょ、まだでもまあでもお綺麗な方ですよね、なんだっけジェシカ、アンジェリカ、モンデールだっけ、いやいやいや道端モンデールじゃないっけ、なんで面白いましたね、どうしても言えないんですよね、いつも出てこないよ ね、 出てないですよね、ジェシカ、アンジェリカ、なんでカレン、カレン、カレンさん、あ、カレン、カレンね、カレンジェリカにすればいいのな、カレンジェリカ、カレンジェリカの方が覚えやすいじゃんな、そうですね、法則がそうですもんね、だから全員ジェリカつけてもいいのよ、そうです、ね、道端ジェシカ、ジェリカ、アンジェリカ、カレンジェリカにする覚えやすいじゃんな、覚えやすいです、何をしてんだな、まあ、鈍いやつなんだぜネームセンスがないのかなメフエム福井大木ボンス、はい、湘南の風、嵐、嵐だぞ呼んでますね FM 岡山オメガレッド、はい、土田照之、林下清、堀知恵美、ね、小田さんね、子供もくれよね、いっぱいね、家族でね、FM 栃木ラリパッパ、はい、ミザリー、チャッキー、ミヨンいや、その怖い女の映画じゃないでね。ミヨン。でもミヨンって映画って怖いな。怖いですね。なんだろうな、あれな。ミヨンって怖いな。怖いですね。鹿島正信さんも。かわいいっす。いや、どっちが悪いのか、それ裁判してんだかわかんないけどさ、はい。心情的にはさ、やっぱ鹿島正信さんの方がダメージ大きいからね。ですよ、ね。相当辛いんだと思うよ。もう役者生命をかけてまで。なあ、されるって言ってやめてもいいっつってな、もう分かりしましたね、もう世の中でも結構皆さんがちょっと楽しんでるってとこもあるんですか、うん、あるよね、
だってさ、本当にさ、はい、すげえ事件の裁判ぐらいさ、はい、中継とかやってるもんな、裁判所前からです。高島正郎さんの裁判問題、離婚問題で、つってな、相当楽しんでる。なんで捕まっちゃったかね。あの方にですか。捕まったと言うべきなんですか、それは。高島正郎さんだからさ、やっぱバナナ大使の頃からさ、やっぱ応援してるからさそういう意味ではさ、なんか辛いよね。やってましたね。やったよ、もっといい女と結婚してほしかったな。応援されてるんですか、だからねえ、他力本願寺の子、はい、木村カエラ、ファッション系専門学生、田島陽子、髪型一緒。いや、ファッション系専門学校の子とかがさ、木村カエラと同じ髪型してたらさ、お前のオリジナリティはないのか、クソバカ野郎、クソ女って言いたくなるよね。それね。あー、いますね。なんだろうな、ファッション系専門学生の子ってさ、ああいう個性的な格好しててさ、それかっこいいと思ってるのかな、はい、それ個性だと思ってるのかな。それで個性がなくなっちゃうんですよね。やっぱさ、あの越野純子とかもそうだけどさ、顔にやっぱり個性があるからね、あれがやっぱ本当の個性だからね。そんなことない。髪型とか格好はやっぱりちゃんと普通にやっぱりしていかないと。いや、困っちゃうよ。ラストね、鳥獣ギガジャクソン、はい、森泉、斉藤陽介、阿藤海、これ何の括りだと思う？森泉、斉藤陽介、阿藤海。斉藤陽介さん、旅じゃないですか。違う、顔がサーフボードになる。次引きましょうか。一個あげとこう。以上です。というわけでラジオネームレペゼン秩父、はい、貞子、ジュオン、ミオン。うまいですよね、本当に。あー、うまいですね、それは。なんか、ジュオンからミオン、すごいですね、これ。なんか、ミオンさん、怖いですね、なかなかね。いやー、すごいですね。どっちにつくって言われたら、どっちにもつけないよね、あれね。ちょっとね、まだちょっと状況が見えませんからね。今、ちょっと、真相がね、ですからね。ちょっとね、FM 山口、ナスビマン。はい。長州力、藤波辰巳、高橋みなみ。ちょっとでも今回の選挙でね、もう挨拶でプロレスショップ消しちゃいましたからね。そうでしたね。やっぱもう一回あれやってほしかったんですよね。ちょっと期待してましたよ ね。最後にファイヤーなりね、123ダーなりね、なんかノーフィアーなりね、なんかあっただろうっていう。あ、早めに打ち消したかったんですかね、プロレスショップ ね。おそらくまあ有吉さんがいじるからでしょうね。いや、もう一年やっぱりやって定着させてほしかった。見たかったですね。で、来年やんないのかいっていうツッコミがね。ああ、やっぱり2回はやっぱり2回やっぱ振ってもらわないと。ちょっと後ろ髪だけ伸ばすとかね。蛍光色のバディパンツ履いてみるとかさ。はいはい、ゴールドジムのタンクトップ着る前にね、なんかしらやっぱプロレス色入れてほしかったなっていう。ああ。ちょっと残念ですよね。根性ないのかな、実は。FM 長野納豆パフェ。はい。ドラゴンクエスト。ファイナルファンタジービッグダディ、共通点は国民的 RPG だ。確かにね。ただビッグダディレベル上がんないからね。レベル上がもう2日ぐらい徹夜してんだけど全然上がんねえなみたいなね。同じことこれスライムしか出てこないんだけどみたいな。全然レベル上がんねえの。上がんないですね。ラジオネームゴルゴ31、はい、草野仁、アーノルド・シュワルツネッガー、リサ・スティッグ・マイヤー。補足あります。ガタイがマックス。リサ・スティッグ・マイヤーすごいガタイ。イメージもある。ガタイがマックスって。FM サガー、ハリーズ・ブラザー。はい、ビーズ、チャゲ&アスカ、マウンテン・マウス。日本を代表するデュオ。マウンテンマウスだね。感謝感動感激の嵐。なんだっけ、連鎖、感動の連鎖、マウンテンマウスです。なんこれ、初見の人何も思うんだよ。ラジオって初見って言わないよね、見るだからね、聞く、所長
ですか、は所長っていう、ね、耳とかの、これは合法的な下ネタですね。そうですね、初めて聞く人は所長ですよ。ああそうでしょうね、感じ的には合法的な下ネタって何だ。まあでも最近非合法下ネタ多いからね、やっぱ合法下ネタの方がいいよね、それはね、当然。やっぱりネットとかネット時代ですから、やっぱり非合法下ネタ多いからね、多いですよね、何でもありの、まんじゅうとかいきなり言い始めちゃうからね。あ、怖いからね、怖いですよ、ね、ネットってね、超嫌なんですか、ラジオネーム他力本願寺の子、はい、益若翼、小森純、学祭でステージに立って先生のモノマネで笑いを取るクラスの人気者。悪やる、小さい範囲の人気者みたいになっちゃってる。ラジオネーム3点、ペリー、マッカーサー、ネスミス。出ませんよ、ネスミス大佐でしょ。ネスミス大佐はあのアーティストの方ですから。そうですよ、はい。M.M. 山口ブラブラブラズデビュー、はい、サランラップ、クレラップ、エミネム。ラップで全然動かない、何をしてんだよ。一枚あげるけどね、うまいじゃないですか、1個あげときましょう、はい。ラジオのペケミニ、はい、池谷幸雄、武田信弘、元木大輔、補足あります。スポーツ上がりのゴミ。やめた。もういい加減しろ、本当に。FM 長野納豆パフェ。はい、斉藤洋介、はい、後岡井、工藤静香。これ分かる、つながり。なんですかね。でもやっぱ旅とかしか思いつかないですね。顔がしゃもじになる。ダメだって。一個あげとこう。FM 長野納豆パフェ、はい、森泉、はい、ロナウジーニョ、フィーフィー、これわかります。サッカーでしょ。わかんないですね。森泉、日本一の馬、ロナウジーニョ、南米一の馬、フィーフィー、世界一のロバ。1枚あげましょう。パン。以上です。はい、ラジオネーム東西南北、はい、オードリー春日、金子健、あけぼの、 K-1 でボコボコにされたど素人。されましたけど、お前よりは強えからなって言われた。春日も金子健もあけぼのもこの東西南北より100倍強いでしょう、ね。強いでしょう、ね。ボコボコされるからな。ラジオネームファンタスティックアルド、はい、ゼブラ、エミネム、有吉、わかります。伝説のラッパーですね。何しらばっくれてんだよ。ウォー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 ヨーとか言い過ぎましたかね。ウォーウォーはノーウォー。すごい、ピースフルな。ラジオネーム他力本願寺の子、はい、涌井、美岡、ダルビッシュ、球とバットで遊ぶのが上手。こんな癖の問題ですね。美岡って、美岡も涌井もあの浮気問題とかで結構干されてたらいいですから、いいじゃないですか、ね、ああいいじゃんな。俺はプロ野球選手は俺それぐらいの豪傑でいいと思ってるよ。そうですよね、うん、俺は応援しますよ。あ、やっぱりそうですよね、はい、豪快であってほしいですよ。ラジオネーム他力本願寺の子、はい、高橋秀樹、大和田慎也、藤岡弘、わかんないだろう。全然わかんないですね。だるまの置物としても使える。家にね、やっぱ一家に一台ですよね。やっぱ一家に一つ欲しいですよね、だるまね。ラジオネームファンタスティックアラダ、はい、今の一枚あげましょう。ラジオネームファンタスティックアラダ、森久美子、根本晴美、小野陽子、胸の谷間を強調するブスたち。
この前さ、ショーパンでやってる散歩の番組のゲストが来週、はい、森久美さんなのよ。へえ、あ、そうですか。ま、出てた出てました。すっげえ出てた。胸の谷間出してますよね。で、なんとも思わないんだけど、やっぱ男の作業で見ちゃうんだよね、ちらっとね。テレビ見ても見ちゃいました、ね。でちょっと指挟んでみてえなって思ったりするんだよね不思議なもんだよね、ね。これあげましょう。パン、ラジオの他力本願寺の子、はい、松下ゆき、山村もみじ、マライアキャリー。へー、正座した姿が戦車に似ているキャタピラ系女子キャタピラ系女子なんて今ここで生まれましたからね。生まれましたね。これもう各雑誌にもう最初に釘刺しとかないとキャタピラ系女子っていうのはこのサンドリから生まれた言葉ですから、アンアンさん、お願いしますよ、アンアンさん。絶対大丈夫でしょ。えあげましょう。ラジオネームゴルゴ31、はい、松山千春、瀬戸内寂聴、ペプシマン丸坊主です ね、 ですね。丸坊主のお三方ですね。続きますね。ラジオネームチュリスケFM 群馬、はい、あとおかい、森泉、ナスビ、前世がナスビどんないいことしたんだよ、ナス界でナスか、人になるの相当いいことしないとダメだろう。そうでしょうね。なんかいろいろいっぱいなんかあったんだろうな。ナスができたとか。FM 福井白帯、はい、パラシュート部隊、指原莉のゴリキャル九州左遷バラムとゴリキャン九州で今すげえこのね、人気があるからね。もうご当地タレントですし、すごいんですよね。そ、まあ、で意外といい、やっぱり AKB がその新日本の本体だとすると、はい、やっぱり指原本体にいるよりはやっぱり平成新聞的にやっぱりねちょっと新日から離れた、まあ、ジャパンプロレスでもいいですけどね、はいはい、ちょっと越中さんとか、うん、ちょっと離れた位置からやってやってもいいですよね。これはやっぱりピンチをチャンスに変えるという形でもね、はいはい、やっぱ指原はやっぱりとりあえず坊主にしてひげ生やすことが大事ですよね。平成新聞といえば ね、 ねやっぱ坊主にひげですからね。皆さん、後藤達俊さんですね、ひげ生やしましたよね。やっぱりバックドロップに磨きをかけてほしいですね殺人バックドロップにね、指原莉乃さんにはね、でまず早急に旗を作ってほしいですね、大きな旗を振ってやっぱり AKB に乗り込んでくるという形グレート神木さんもいらっしゃいましたね、当時は。それでいいかもしれませんね。はい、FM サイン島根の長方形、はい、ワッキー、狩野英孝、中村獅童、これはワッキーですね。あ単純にワッキーですね。あ、忘れてましたよ。FM滋賀、滋賀の前田敦子、はい、徳永秀明、紅、三股又蔵、人のふんどしで相撲を取る人たち。いやいやいや、これカバーとかカバー曲を大人気ですよね。ねえ、そういうふうに言われちゃう、すごいあの CD 売れてるんですよね。売れてますよ、通算で、うん、いいですよね。いいですよ、うん、三股だけでしょ皆さんだけでしょ、ゴミクズは福島 FM、 ラジオでも赤ヘル、はい、深田恭子、鳴海莉子、あけぼのこれキャタビラ系キャタビラ系女子ですか。あけぼのさん、あけぼのさん入ってますね。入ってますね。流行んないから大丈夫ですよ。ラジオにもアラスカ5分、はい、永田裕二、中西学、天海祐希、これ全員ストロングスタイルですなるほど。いやいや、確かにショープロレスは苦手な3人ですね。マイクパフォーマンス下手ですからね。天海さんでも上手いでしょ、マイクパフォーマンス。そんなことあるんですかね聞いてみたいですけどね。天海さん上手そうだな、面白そうだけどな。エレムナガの納豆パフェ、はい、坂崎幸之助、オス、南こうせつ、メス、さだまさし、オス、熟年フォークシンガーの三角関係南こうせつさん、メスじゃないですよメスって言っちゃってるんですか。大丈夫、タリキョンガニの子、はい、落合博満、野村克也、巨人の谷選手、全員面食い最
まあ、ある意味ね、ある意味面食いよね。以上でございます。ラジオのワーギナーマイク、はい、清武球団社長長谷川理恵石原麻里、これスパイですね。これスパイ国ですね。スパイの流れですね。石原麻里さんも FM 長野ラジオの小バッチャ、はい、エレキギタードラム梅津和夫、これ近所迷惑と近所迷惑なくくりで続きましたね。いいとものお友達紹介が偶然3人ドラムって、ラジオネームファンタスティック原田、はい、武井恵美、長州力、藤波辰巳、これわかる、プロレスラーじゃないですもんね、武井恵美さん。正解はね、笑顔が超可愛い人。確かに可愛い。確かに可愛い、ね、藤波さんも長州さんも笑顔、武井恵美ちゃんどんじゅうかいかな。可愛さで言うとな、可愛いですよね。目尻さわかるわ。昨日の滑らない話でも長州さんと藤波さんの笑顔もとっ、ね、びっきりだったもんね。いいですよね、やっぱね、これあげましょう。FM 長野、はい、ラジオの納豆パフェ、狩野英孝、有吉弘行、便所で飯を食べる大学生、友達がいない。これは反論はありませんけど、もう反論はないです、ないです、ないです、全くないです。衝撃的な事件があってね、はい、先週話したんだけど、名古屋の特番でそのお酒を飲んでヘベレケになる番組やったって言ったので、狩野英孝とかと、はいはい、でも本番か打ち上げかもう境がなくてよくわかんねえ番組だったな、もうベロベロだったなっつって言ってましたね先週。さあね、その後ねマネージャーから報告があって、ね、お前あれを知ってるっつって言うから、何なんですかって言ったら、はい、あの打ち上げ最後の方狩野が金払ってたよ。打ち上げ行きすぎるからさ、4件ぐらい打ち上げってっから、はい、もうそりゃスタッフもさ金なんて出せねえじゃんそんなもん。ええええ、そうしたらさ狩野がさ俺が出しますっつって次の日カノってさ、カノお前昨日悪かったの金出してくれたんだって言ったら、いや俺も覚えてないんですけど、なんかすげえ額の領収書が財布に入ってて、おすごいし、それも覚えてないんだよ。いや怖いです、酒はね気をつけましょうね本当に。何苦言を呈して、すいませんすいません、僕もコントロールできなくて反省します。苦言を呈してるよ、ごめんなさい先週すいませんでした本当に。1枚だけしてください。早送りレブリーちょっとポケットに手入れてました。いやもう怖いですもん、もう今日は。ラジオネームレペゼン秩父、はい、ゲルニカ、はい、メラヨシカズ、内館牧子、これはもう分かるね、ピカソの作品ですね。ピカソの1982年の作品ですかね、メラヨシカズは。で内館牧子はもう死ぬ直前の1990年代の作品ですよね、後期の作品ですよね。そうなんですかね、まあ面白い感じになってからですよね、でもね全員ね。でしょうね、写実じゃない頃ですね。ラジオネームラリパッパ、はい、ジャッキー・チェン、松村邦弘、鬼塚千尋、えやっぱり命知らず命知らずのメンバーがやっぱり続きましたね。いいともね、松村さんもただすごいもんな、電波少年の頃よくやってた、渋谷のチームに絡んでいったりさ、大変だと思うなるのよ。ラジオのゴルゴ13は、はい、鈴木雅之、うん、秋山義弘、うん、ムルアカ、はあ、鈴木宗男さんの秘書をやってたアフリカの方ですよね、無敵な、わかる、鈴木雅之、秋山義弘、ムルアカ、これ2世エグザイルです。いてもおかしくはないでしょ、全員おかしいでしょ、室岡さんいたら。ちょっとできんけど、秋山さんと鈴木さんはいてもなんとなく当分気づかないでしょ。わかるでしょ、岡村、何々の岡村さんが入っているよりは違和感ないでしょ。あ、そうですかね、うん、これあげましょう。エラジオネームゴルゴ13は、はい、めぐみ、愛沢ひとみ、ピーターアーツ、何やる、めぐみスイカップ、相沢ひとみスイカップ、ピーターアーツエスカップ、くだらないんじゃん。それでスイカップで呼んでないしね。
古瀬エリさんかなんかでしょ、スイカップ。そうですよね。古瀬さんでしたね。くだらないね、エスカップ。くだらないから。あげよう。やめなさい。FM 長野納豆パフェ。はい、高橋克実、はい、安倍貞夫、マリモッコリ。みんな顔が一緒。一緒じゃねえよ。全然一緒じゃないじゃん。主観すぎでしょ。どうしようかな。FM 山口ブラブラブラズ。はい。秋竹城、瀬戸内寂聴、池上彰。ゆるキャラ。キャラじゃないし。ねえねえ、ラジオのハマトラ。はい。AKB、HKT、WWE。はあ。指原さんの移籍先。HKT が WWE に移るでしょうね。それ、大出世じゃないですか。大出世ですよ、もう。アメリカに行っちゃうってことですね。ソープオペラの主役になるんじゃないですか、だからね。すごいですよ。まあ、マネージャーみたいに出てきますしね。ねえ。ラジオの東西南北。はい。早見もこみち、万田久子、うん、クリスタル・ケイ。わかる？全然わかんない。名前がドシモネタ。早見もこみち、万田久子、クリスタル・ケイ。その名前がドシモネタ。合法的シモネタやめてください。浜さんこれ気づくでしょ。なんか変な名前さん揃ってるねみたいな。いやいや違う。それ以上は言わないでしょうけど。ラストぐらいですか。はい。FM 三重立谷。はい。剛力彩芽、富永愛、恵比寿義和。ん？かわいいだって。このコーナー。以上。はい、行きましょう。ラジオネーム東西南北。野田総理、指原莉乃、原辰徳、ね、支持率が低下している人たち。必死だろうな、上げようとな、いいともでも出て支持率上げようと思ってるんだろうな。そうですね。ラジオネームパンサー舞、剛力彩芽、鈴木蘭蘭、瀬戸内寂聴。これ分かる？どういうつながりか。か、剛力彩芽、鈴木蘭蘭、瀬戸内寂聴。分かんないだろう。各年代を代表するボーイッシュ。あれボーイッシュに入れちゃいますよ。瀬戸内寂聴ボーイッシュじゃないけど。ボーイッシュ。鈴木蘭蘭も今やそんなイメージもないけどね、全然。剛力彩芽。剛力彩芽のジョアのコマーシャル、かわいい。かわいいですね。ジョア、ジョア、アディのもの。ジョア、ジョア、キーのもの。ジョア、ジョア、ヤクルト、ジョア、ジョア。あれ、かわいいな。もうかわいいですね。なんで全部フルでやったのかな。ちょっとだけやると思ったら。ちょっとカットして。ちょっとカットします。ジョア、みんなのヤクルト、ジョアのみんなのヤクルトをカットして。うん、で、結局全部いっちゃったから。カットしてないんですよ。ネフヨナガの納豆パフェ。ダンプ松本、ブル中野、鬼塚千尋。極悪同盟ですね。極悪同盟じゃねえよ。まあメイクそんな感じだけどね、目尻上げてたりとかね。そうですね。面白いね、鬼塚千尋ね。鬼塚千尋のあの感じでさ、例えば付き合ってくださいって言われたらどう？いやー、怖いな。怖いですね。ちょっと怖いな。僕には背負いきれないかな。完全喧嘩になるの間違いないもんな。うん、ああ、絶対やな。FM 長野ならだから、ああいう人と付き合う男が現れたとしたらさ、俺相当器でかい男だなと思うよね。はい、かっこいいよね。うん、それたとえ離婚したり別れたとしてもさ、はい、一回あれを受け入れてみようと思う男は相当なもんだね、あれね。そうですね。もう今後誰とでも付き合えるでしょうね。そう、すごいよ、あれは。なかなか付き合う人出てきたらね。はい。FM 長野納豆パフェ。鬼、ドラゴン、布袋寅泰。これ伝説の生き物いますよ。いますか。います、はい、最後のは、はい、いますね。はい、FM 山口なすびまん、矢口真理、一行、上島竜兵。これ誕生日が一緒。知らねえよ。そんなのいっぱいあるだろ。知らねえよ。一緒なんですね。一緒みたいね。ラジオネームファンタスティックあるな。矢田亜希子、
竹内優子マルシア、元旦那がろくでもない。そんなことねえだろ。FM 長野孫地区、矢口真理、田中美穂、山田優、これ小栗旬の女性遍歴ですね。そんなのも今更言わなくていいでしょ。言うなっつんだよ。なんずっと忘れないですね。田中美穂入ってるの知らなかった俺。ラジオのファンタスティカルな狩野英孝、田中邦衛、犬わかる。全然何のつながりもないから、まともに喋れない。そんなにひどいよ。狩野だけだ。狩野だけね。犬は喋るよ。犬の方が喋れるよ。ラジオネーム他力本願寺の子、木の実奈々、健直子、星野純子、お弁当をお弁当箱ごと食べる系女子。いや、そんなことねえわ。バケモンじゃねえか。お弁当箱ごと食べる系女子じゃねえんだ。宮崎キャンタマ先生、秋竹城、磯野キリコ、南光節、お茶の間で絶大な人気を誇るおばさんたち。そんなにね、闇光節おばさんだね。何回言うんだよ。何回も言ってんすか。何回も言ってる。何回も言って間違えちゃう。間違えちゃうんだけどしょうがないよね。ラジオネーム三平、ミノモンタ、モンタヨシノリ、カモンタツオ、モンタモンタうるせえ。いや知らないでお前が並べたからうるせえんだろ。よくカモンタツオ見つけましたね。カモンタ。もうくだらないからな。ラストぐらいにしましょうか。あーにまだいいね。はい、FM へ立てや、河合俊一、大林素子、江住真紀子、チンコがでかいね。ちょっと2個間違えるのやめてください。1個だけならあれですけど、2個間違えてるんで。河合俊一さんはそんなにでかくないってことですね。いや違います。2個はまあ分かんないですけど、合ってるかどうか。3つ間違いか2個間違いかどっちかです。ラストにしましょう。いや、ラストにできないな。ちょっといい？じゃあ。はい。ラジオ三平、新垣結衣、うん、シルベスタ・スタローン、うん、大林素子、ポッキー、ロッキー、おっきい。くだらないの。FM 群馬、たけみ、小泉京子、相川金也、男性器。これもわかりますね。キョンキョン、キンキン、チンチン。何当たり前みたいな感じ言うんだよ。なんで本問題みたいな感じ言うんだよ。わかんないよ。わぎなまいか。市川海老蔵、陳健一、市川團十郎。左から、玉金、チンチン、玉金。何？エビゾー玉金ですね。チンケンイチがチンチンですね。市川團十郎さん玉金ですね。髪の掛け分けながら言うんじゃねえだろ。以上、ラジオネームゴルゴ31、塩谷俊、一茶、市川海老蔵、股間がバカチン。まあここ厚さんも入れてもいいですけどね。いいですよね。でもね、若い頃これぐらい遊んでたらいいだろうな。でもな、そうですね、おかずに困んないだろうな、将来な。ああ、思い出してね、ね、大人になってからね、急に遊び出すのかっこ悪いですからね。かっこ悪い、大人になって遊び出すやつほどかっこ悪いやついないからね。そうですね、いや誰ってことはないんだけどね。はい、FM 山口なすびま、小倉優子、後藤真希、有吉弘行、キャラ迷走経験あり。キャラに困ってたってことかな。別に僕はないですけどね。僕は常にもうあのキャラ一つですよ。キャラ一つ、何のキャラですかね。あの宇宙から来た、はい、宇宙から来た宇宙から来た不思議ちゃんキャラですよ。それやってます？やってますよ。え、どこの星から来たんですか。火星です。お前はずっと俺の手のひらの上で遊ばされてんな。いや、こんな古い宇宙から作ると思わなかった。お前、お前罠を張り巡らせてんだから、お前油断するなよ。引っかかったよ。強いに振るとお前罠にはまるぞ。うわ、無茶ぶりだと思ってやってくるからね。そんな俺想定済みなんだよな。お前、ラジオネーム他力本願寺の子、
コシノジュンコ、ジュジュ、加藤ミリア、うん、逆に可愛らしい。なんで逆に逆にって可愛らしいでしょ。何逆に。ラジオネームワギナマイク、水川あさみ、うん、菊池亜美、北野キー、わかんねえな、これオカマバーだってそんな感じないの。ラジオのレペゼンチティブ、マリオ、ルイージ、堀内孝雄三兄弟ですね、これ兄弟一人違いますけどね堀内孝雄はすぐもう死んじゃうからね。タラッタッタラババッパババッパバッパバーン。なんでなんで、いやそんなマリオとかルイージはほら、はい、あのすごいジャンプ力とかさ、キノコ食べたら大きくなったりとかさ。あ、堀内孝雄さんは、堀内孝雄さん、堀内孝雄さんだから普通に実写みたいな、うん、チャラチャチャラチャララチャラチャンチャン、クリボの人だったんですね、初めのチャチャチャン。もういい歌出してこなくていいまだ根に持ってるんですか。わかりました、歌うまいのは。これ一枚いけよ。パンラジオの超重ギガジャッジ、炊飯器、うん、ガンダム、うん、勝俣国和、うん、じゃあシャーシャー何これ謎謎みたいなそうなんだ、何なのってこうなんだってんの。ラジオネームワギナマイク、長友佑都、坂東英二、佐藤恵理子。長友、坂東、佐藤恵理子、わかる。長友、坂東、サイドバック、サイドビジネス、うん、サイドキャーさん、うまい、うん、あげよう、じゃああげよう。山野のうまいが出ましたから、出ちゃいましたねラジオネーム超重ギガジャクソン、クロ、うん、ちゃん、クロ、うん、ちゃん、クロ、うん、ちゃん、え、ハゲ、デブ、クズ、かわいそう、かわいそう、かわいそう、わわわわなんでもお前してくるんですか、なんでもお前してくるんですかクロちゃんがテレフォンショッキング3日連続出たら、もうこれはもうだから、いいとも変わったなになるよね、本格的に。そうですね、うん、すごいことですけどね。すごいな、テレフォンクロちゃんだな。明日も僕が出る、出る、テレフォンクロちゃんラジオネームファンタスティックハルダ、今の1枚上げときましょう、ギガジャクソンね、うん、ラジオネームファンタスティックハルダ、畑正則、子連れ狼、うん、ニート、うん、ムツゴロウ、大五郎、家でゴロゴロ。いや何どうしました、ファンタスティックワールド笑点、これ笑点見ながら書いたかな、ね、笑点見ながら書いちゃったかな、うん、3つだとね、三段落ちっぽくしたくなっちゃうんでね、うん、うまいことを言いたくなっちゃう、ね、今日笑点ちょっと夕方、三つさんの仕事の合間、はい、富山からお送りしてたんだけど、はい、富山で、はい、あいうえお作品さ、うん、はいはい、作るんだけど、やっぱすごいね、なんかね面白いね、おじいさんたちがやってるやっぱ大喜利ってとてもいいとこです、うん、山が見えますね、うん、まあいいとこですなんかさ、おーみたいな、富山の人喜んじゃってさ。そうです、やっぱ富山の人嬉しいですね。嬉しいよね、だからそれ分かってるんです、そういうテクニックを。ちょっともう笑っちゃったよなやっぱ褒められたいですもん、うん、そこでね、すげえ落ちこっても多分もう客席変な感じになると思いますよまあ絶対怖いですけどね。あの、もう衝撃的につまんなかったのがさ座布団運びのさ、山田さんのさ、はい、今日のあの自己紹介、はい、富山に来ましてね、ほんといいところですね、皆さんね、はい、私ね、ちょっとね、改名いたしました。お、富山田と呼んでください富山田高尾でございます結構山がつくとかいっぱいありますからね、山田だから富山田高尾で、そうですね、それ以外だったら和歌山行った時も多分それ言えますしね歌丸さんすげえ苦笑いこれはもう弁明のために言っとくけど、歌丸さんも苦笑いだと、笑点メンバーも、笑点メンバー苦笑いラジオにファンタスティックだ、はい、杉本彩、うん、岡本夏樹、うん、白鵬、え、こうやる、んなんか杉本彩、うん、岡本夏樹、白鵬、うん、露出が多いとかさ、あ、惜しい、ハイレグが似合う、ハイレグじゃないよ国技ふんどしっていうちゃんとしたのしてるんですね、回しかふんどしって言うとまだちょっと違うから、ね、はい、騙し屋スケシン、はい、鳴海莉子、
はい、松下由紀、うん、水木ありさ、うん、品質管理がしっかりされていない健康的でしょね。以上、ラジオネームタケミ、はい、博士太郎、乃木健一郎、ライオネルリッチつながりわかる。髪の毛でしょ。いや惜しい。え惜しい、はい、魔法で人間になった陰謀たち陰謀が人間なんだよ。あ、なんだ、うん、えすごいな一枚あげよう。ラジオネームゴルゴ31、高山義弘、ドンフライ、沢尻エリカ、ノーガードファイターガードしないよね、やっぱ沢尻エリカも。あれだけ日が見ててもこんな感じだからね、今の感じだからね、うん、強いよ。俺もやっぱ本当俺沢尻エリカみたいな人間になりたいよ、うん、このラジオとかでもやっぱりこうやってなんだろうな、元気ない時でもさ、やっぱり一応さ、はい、元気な風でやったりするわけじゃない。そうですね。それってさ、うん、ある意味まあまあまあかっこいいっちゃかっこいいよそれも、うん、だけどやっぱサージレエリカみたいなやり方も憧れるよね。憧れるよね。おおねえだ別に。おはごめんごめん、すみません、すみませんでした。えはい、はは、え、僕ですか。何が、何が、え、何言ってんのこの人。え、つまんないな。え、つまんない、つまんない人。名前なんていうの。僕イノシシ太郎です。面白いじゃないよかった、イノシシ太郎で。ヤマルだったらぶっ殺されてるとか。だからサヤジレリカが相手だったらお前なんてもう普通に喋れないんだからな。そうですね。これでありがたいと思うよバカヤロ。FM 宮崎ラブ稽古、はい、金子健、うん、玉山哲司、うん、袋とじ、うん、それぞれの頭文字を取ると玉袋になる。タモさん来ますか。金子健、玉山哲司、袋とじ。あ、きっと玉袋なのね。全然全然から振り返っていかないでしょ。あげません。ラジオネームタケミ、アツシ、タカヒロ、デンデン、エグザイルのボーカル。違います。デンデンさんエグザイル入ってますよ。どう思ったんすかね。いや全然じゃん。全然じゃんか。何これ、面白い、あげよう。デンデンさんエグザイル言ったら違和感出すから、やっぱさすがに何かあるよ。鈴木雅之さんが入ってるのは違和感ないけど、ね、デンデンさんはダメだろ。デンデンさんサングラス入ってあのメンバーだけど。怖いよ。ラジオにワギナマイク、こじはるの陰謀、大島優子のパンツ、長島みなの顔面、ギリギリいじっていいやつ。ダメですよ本来。このラジオだからだギリギリ OK 感じしますけど完全アウトですよ。ねえ、うん。ラジオ三平、うん、堀江貴文、うん、孫正義、うん、健直子、うん、ITIT古いよ。健直子さん ETET もうないでしょ世の中。これ今週先週思い出たんですよね。どの瞬間に思い出たんだろう。これもう20年前ぐらいのメールが掘り起こされた。ラジオのレペゼンチシブ、印刷ミス、バントミス、ネスミス。ダメ、これくだらない、もうやめて。ラジオの東西南北、落合信子、クワマン、小島春菜。これしりとりになってるの気づいた。え、落合信子、クワマン、小島春菜、落合信子、ゴリラ、クワモン、ラッパ、小島パンツ。しりとりの黄金の流れですね。誰が気づくんだよこれ。ラジオネーム納豆パフェ、多部未華子、井上真央、剛力彩芽、分かんないでしょ。これ分かんないですね。超絶ブスに見える角度、通称死の角度を持っている3人。ないよ。
ないよな。全然見てくれないんですよ。ラスト、うん、ラジオのファンタスティックアールだ、うん、ジャンボ尾崎、うん、天山博義、田村正和、うん、分かる？分かんないです。ジャンボ尾崎、天山博義、田村正和だよ。ん？あ、何？聞いたことあります？後ろ髪を切ったら死ぬ。知らないよ。後ろ髪は長い人でいいでしょ。死なない。死ぬんだよ。あたかいのかもしれない。切れない、切るに切れないっていう。ああ、そうなんだ。ジャンボ尾崎さんだとあれだけ後ろ髪いじったらだって嫌がるだろ普通。なんで切らないかって切ったら死ぬんだよ。ああ、それが理由考えられないですもんね。ラジオネームファンタスティック原田、力道山、具志堅用高、松尾隆、チョップキッチョップチョッチュキッチョップキッチュ、ラジオネーム白帯、芦田愛菜、ヤクルト、秋山芳弘、まるまる、みるみる、ぬるぬる、ラジオネームフルサティは、イチロー、マイケル・ジョーダン、武田信弘、うん、わかります？イチロー、マイケル・ジョーダン、武田信弘、スポーツの、うん、天才、うん、神様、うん、カス。繋がってないでしょ、もう。繋がってないね。はい。いや、ファンタスティックなんだ。関根勤、うん、うさぎ、うん、竹中直人、うん、ラビット、うん、ラビット、うん、ラビット。これ分かりましたね。同じのピケミニ、うん、星野秋、佐藤田舞、スザンヌ。分かるかな。星野、え、佐藤田舞、スザンヌ、ヘキサゴンとか。ああ、惜しいね、はい、飼い主がいなくなった途端結婚して延命を図る嗅覚の鋭い犬っころ。犬っころなんて言い方すんじゃないよ。俺ぐらいだ犬っころなんて言う。ラジオネームタコスケ、鈴木沙和、有賀さつき、原秀子、ゴキブリ系男子のマドンナ的存在である定食屋系女子。有賀さんちょっと違うけどな、うん、有賀さんがしっくりきてたらよかったな、もうちょっとな。ラジオネームブラブラブラゼル、藤原、藤本、明石家さんま、秋元康、ヤジを飛ばす、ツバを飛ばす、サシコを博多に飛ばす。ラジオネームファンタスティックアルダ、板野友美、ロシアの大統領、ビーズの稲葉。あ、全然わかんないですね。板野友美、ともちん、ロシア大統領、プーチン、うん、稲葉さん、ビーズ稲葉さん飲んでる。なんとかちん、え、横ちん。してないよ。短パン履いてるだけでしてないです。してないですよ。一枚見よ。ラジオネーム超重ギガジャクソン、長友、本田、深川亮、長友サッカー、本田サッカー、深川亮、マザーバッカー。ひどい。ラジオネーム、ペケミニ、永井秀和、吉田栄作、マリエ、勘違いして海外に渡るも大した結果を残せず、日本での居場所もなくなる大まぬけ。ラジオネーム、なんか言ってください。ラジオネーム、空飛ぶ光、松平健、うん、竹原慎治、うん、梅沢富美男、うん、超竹梅。綺麗に超竹梅決まりましたね。これ久々に繋がってるよ。全然わかんない。あげよう。ラジオネームハマトラ、桜井翔、マシオカ、小栗旬、わかる？ヒントね、桜井翔、はい、映画でヤッターマン、マシオカ、ニューヨークでヤッターマン、小栗旬、わかる？そうかんですね。トイレでヤッターマン。ダメな。
小栗さん、トイレでやったんですか？やったー山田優にぶん殴らずの末期ですあげよラジオネームファンタスティックからだ、うん、吉川晃司、クリスチャン・ラッセン、柴田恭兵、吉川晃司、モニカ、うん、ラッセン、イルカ、うん、柴田恭兵、ポッカポッカいつまで言うの？何年前ですか？何年前だよ、ポッカやってたよ。10何年前多分終わってると思いますけどね。ラジオネーム空飛ぶ光、道端アンジェリカ、道端ジェシカ、デンデン。なんで急に？なんでわかる？わかんないです。道端つながりだと思う。道端アンジェリカ、道端ジェシカ、デンデン。わかんないですね。道端三姉妹。いや、違うよ。違うよ。なんでそう思ったの？迫力的にはでも確かに三姉妹。そうか。違うよね。もう一人いるよね。道端アンジェリカ、うん、ジェシカ、なんかマリアみたいな、なんかなんだよね、道端もう一人なんかいるけど、うん、でデンデンさんって本当は4姉妹だよね姉妹じゃないですし、まあ、デンデンさんがそう、はい、これぐらいにしておきましょう。悩みもこみつ万田久子クリスタルケイ、その名前がドシモネタ合法的シモネタ。山田さんこれ気づくでしょん、なんか変な名前さんに揃ってるねみたいな。いやいや違うから、それ以上は言わないでしょうけど。ラストぐらいですか、はい、FM 三重立谷、はい、剛力彩芽、富永愛、恵比寿吉和。うん、かわいいだってこのコーナー以上。はい、行きましょう。ラジオネーム東西南北、野田総理、指原莉乃、原辰徳、ね、支持率が低下している人たち、うん、必死だろうな、あげようとな、いいともんでも出て支持率上げようと思ってるんだろうな。そうですね、うん、ラジオネームパンサー舞、剛力彩芽、鈴木蘭蘭、瀬戸内寂聴。これ分かる？どういうつながりか。か、剛力彩芽、鈴木蘭蘭、瀬戸内寂聴。分かんないだろ。各年代を代表するボーイッシュあれボーイッシュに入れちゃいます？瀬戸内寂聴ボーイッシュじゃないんけどボーイッシュ鈴木蘭蘭も今やそんなイメージもないけどね、全然、うん、剛力彩芽、剛力彩芽のジョアのコマーシャル、かわいい。かわいいですね。ジョア、ジョア、ガーディのもの。ジョア、ジョア、キーのもの。ジョア、ジョア、ヤクルト、ジョア、ジョア。あれ、かわいいな。もうかわいいですね。うん、なんで全部フルでやったのかな。ちょっとだけやると思ったら。ちょっとカットして。ちょっとカットします。ジョア、みんなのヤクルト、ジョアのみんなのヤクルトをカットして。うん、で、結局全部いっちゃったから。カットしてないんですよ。ネフネフ長野納豆パフェ、ダンプ松本、ブル中野、鬼塚千尋、極悪同盟ですね極悪同盟じゃねえよまあメイクそんな感じだけどね、目尻上げてたりとかね。そうですね、面白いね、鬼塚千尋ね。鬼塚千尋のあの感じでさ、例えば付き合ってくださいって言われたらどう？いや怖いな。怖いですね、ちょっと怖いな。僕には背負いきれないかな。完全喧嘩になるの間違いないもんな。うん、ああ、絶対やな。うん、FM 長野な。だから、ああいう人と付き合う男が現れたとしたらさ、俺、相当器でかい男だなと思うよね。かっこいいですね。かっこいいよね。うん、それ、たとえ離婚したり別れたとしてもさ、はい、一回あれを受け入れてみようと思う男は相当なもんだね、あれね。そうですね。うん、もう今後誰とでも付き合えるでしょうね。そう、すごいよ、あれは。なかなか。付き合う人出てきたらね。はい。FM ながら納豆パフェ。鬼、ドラ。怖いから余計目立つんですかね、ちょっと。なんだろうな。うってなってる。うってなってないっつうんだろう。FM ながらのラジオネーム納豆パフェ。早乙女太一、高嶋政伸、玉置浩二。
優しそうな人ばっかりじゃん。そうでしょう。暴力とか振るわないよね、この人たち。優しい人ばっかりきっと。はい、ラジオのファンタスティックなのだ。バッタ、イナゴ、カナメ、ジュン。ライダーだったしね、虫っぽいけど。リズムがいい。ラジオネームファンタスティックあるだ。おすぎ、ピーコ、ジョン・トラボルタ。トラボルタそんな公言してないからさ、あんお姉ゲンって感じじゃないでしょ。いわゆるゲーでしょ、ゲーでしょ。おすぎ、ピーコって長くてさ、お姉だからね、おすぎとピーコは。完全に。ラジオの超重ギガジャクソン。バカリズム、ラーメンズ、どうもとつよし。かっこシュールっつって。シュールじゃない、別に。やめなさいよ。面白いけど、一枚あげちゃう。あげちゃうけど、あんま知らないよ、俺は。ラスト。ラジオネーム、超重ギガジャクソン。泉元や、林家正蔵の村さんちよ。なんでくぐりかかる。いつにもっとよ。脱税だって。サッチーもそうだった。脱税です、こんなの。ピンとこねえよ。お前だけで覚えてんの。すごいね、その知識が。やめなさい。いきます。FM 群馬チュリスケ。はい。ディープインパクト。オグリキャップ。森泉。ネーバーですもんね。全部三冠馬ですか。いやちょっとディープインパクト。森泉来た、森泉来た、森泉来た、森泉ゴール着でゴールイン。くだらないか。FM 山口ブラブラブラゼル、はい、所ジョージ、山本ジョージ、ジョージクルーニー。山本ジョージがすげえわ。いや、ほんとジョージさんすげえな。気持ちいいですね。ジョージ来る。いや、どうしようかな。明日、ヨッシー。ヨッシー、ヨッシー行くぞ、呼んじゃう。ジョージ来るにしよう。すごい人脈ですね。FM 長野孫竹。はい。市川海老蔵。うん。アーノルド・シュワルツネッガー。宮根誠司。ちょっと隠し子騒動だからもう覚える忘れてるんですから。シュワルツネッガーの隠し子っていいよな。なんか友達にこっそり言いたいで、これ絶対内緒なんでしょうか、ね、これないかな。ラジオネームファンタスティックある、はい、ゼブラ、エミネム、有吉。わかります。伝説のラッパーですね。何しらばっくれてんだよ。ウォー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 ヨーとかヨー踏みすぎましたかね。ウォーウォーはノーウォー。すごいめた。ピースフルな。ラジオタリキ本願寺の子、はい、和久井、三岡、ダルビッシュ。玉とバットで遊ぶのが上手。こんな癖の問題ですね。三岡って、三岡も和久井もあの浮気問題とかで結構干されてたりするからな。いいじゃないですかね。ああ、いいじゃんな。俺はプロ野球選手は俺それぐらいの豪傑でいいと思ってるよ。そうですよね。うん。俺は応援しますよ。あ、やっぱりそうですよね。はい、豪快であってほしいですよ。ラジオネーム、他力本願寺の子。はい。高橋秀樹、大和田信也、藤岡弘。わかんないだろう。全然わかんないですね。だるまの置物としても使える。家にね、やっぱ一家に一台ですよね。やっぱ一家に一つ欲しいですよね、だるまね。ラジオのファンタスティックからだ、はい。今の一枚あげましょう。ラジオのファンタスティックからだ。森久美子、根本晴美、小野陽子。胸の谷間を強調するブスたち。この前さ、ショーパンでやってる散歩の番組のゲストが来週、はい、森久美さんなのよ。へえ、あ、そうですか。ま、出てた。出てました。すっげえ出てた。胸の谷間出してますよね。で、なんとも思わないんだけど、やっぱ男の作業で見ちゃうんだよね、ちらっとね。テレビ見ても見ちゃいました、ね。で、ちょっと指挟んでみてえなって思ったりするんだよね。不思議なもんね、あれね。これあげましょう。ラジオの他力本願寺の子、はい、松下由紀、山村もみじ、
マライア・キャリー。正座した姿が戦車に似ているキャタピラ系女子。キャタピラ系女子なんて今ここで生まれましたからね。生まれましたね。これもう各雑誌にもう最初に釘刺しとかないと。キャタピラ系女子っていうのはこのサンドリから生まれた言葉ですから。アンアンさん、お願いしますよ。アンアンさん絶対大丈夫でしょ。えあげましょう。24年ゴルゴ31、はい、松山千春、瀬戸内寂聴、ペプシマン。丸坊主ですね。丸坊主のお三方ですね。続きますね。あ、昨日の滑らない話でも長州さんと藤波さんの笑顔もと、ね、とびっきりだったもんね。いいですね、やっぱね。これあげましょう。FM 長野、はい、ラジオの納豆パフェ、はい、狩野英孝、有吉弘行、便所で飯を食べる大学生。友達がいない。これは反論はありませんけど、ね、もう反論はないです。ないです。全くないです。なんか衝撃的な事件があってね、はい、先週話したんだけど、うん、名古屋の特番でそのお酒を飲んでヘベレケになる番組やったっつって言ったので、はい、狩野英孝とかと、はいはい、でも本番か打ち上げかもう境がなくてよくわかんねえ番組だったらもうベロベロだったなっつって言ってましたね先週。さあね、その後ねマネージャーから報告があってね、お前あれを知ってるっつって言うから、何なんですかっつって、はい、あの打ち上げ最後の方狩野が金払ってたよ。打ち上げ行きすぎるからさ、4件ぐらい打ち上げってっから、はい、もうそりゃスタッフもさ金なんて出せねえじゃんそんなもん。ええええ、そうしたらさ狩野がさ俺が出しますっつって次の日カノってさ、カノお前昨日悪かったの金出してくれたんだって言ったら、いや俺も覚えてないんですけど、なんかすげえ額の領収書が財布に入ってて、おすごいし、それも覚えてないんだよ。いやいや怖いです。酒はね気をつけましょうね本当に。何苦言を呈して、すいませんすいません、僕もコントロールできなくて反省します。苦言を呈してるよ、ごめんなさい。先週すいませんでした。1枚だけしてください。あやうくレフリーちょっとポケットに手入れてました。いや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 、もう怖いですもん。もう今日はラジオネームレペゼン秩父、はい、ゲルニカ、はい、メラヨシカズ、内立て真紀子。これはもう分かるね、ピカソの作品ですね。ピカソの1982年の作品ですかね、メラヨシカズ。で内田で真紀子はもう死ぬ直前の1990年代の作品ですよね。後期の作品ですよね。そうなんですよね。まああの面白い感じになってからですよね。でもね全員ね、でしょうね、うん、あの写実じゃない頃ですね。ラジオネームラリッパッパ、はい、ジャッキー・チェン、松村邦弘、鬼塚千尋。えやっぱり命知らず。命知らずのメンバーがやっぱり続きましたね。いいともね。うん、松村さんもただすごいもんな。電波少年の頃よくやってた、渋谷のチームに絡んでいったりさ、大変だと思うな。あるのよ。ラジオのゴルゴ31、はい、鈴木正幸、秋山義弘、ムルアカ。ムルアカ、はあ、鈴木宗男さんの秘書をやってたアフリカの方ですよね。でかい、わかる。鈴木正幸、秋山義弘、ムルアカ、これ2世エグザイルです。食ってないんだよ。ちょい尺だから。可愛いから余計目立つんですかね。ちょっとなんだ、うってなってる、うってなってないっつうんだ。うん、FM 長野ラジオネーム納豆パフェ、早乙女太一、高島正信、玉置浩二。優しそうな人ばっかりじゃん。どうでしょう。暴力とか振るわないよね、この人たち。優しい人ばっかりきっと、はい。ラジオのファンタスティックなんだ。バッタ、イナゴ、カナメ、ジュン。ライダーだったしね、虫っぽいけど。リズムがいい。ラジオネームファンタスティックあれだ。おすぎ、ピーコ、ジョン・トラボルタ。トラボルタそんな公言してないからさ、あんま、お姉ゲンって感じじゃないでしょ。うん、いわゆるゲーでしょ、ゲーでしょ。おすぎ、ピーコって長くことはちょっと、お姉だからね、おすぎとピーコは。完全に。ラジオの長寿ギガジャクソン、バカリズム、ラーメンズ、どうもとつよし、かっこシュール。
シュールだな、別に。やめなさいよ。面白いけど、1枚あげちゃおう。あげちゃうけど、あんま知らないよ、俺は。ラスト。ラジオネーム、長寿ギガジャクソン。泉元や、林家正蔵の村さんちよ。なんでくぐりかかる。いつにもっとよ。脱税だって。サッチーもそうだった。脱税全身こんなのピンとこねえよ。お前だけで覚えてんの。すごいね、その知識が。やめなさい。いきます。はい、FM 群馬チュリスケ。はい。ディープインパクト。オグリキャップ。森泉。ネーバーですもんね。全部三冠馬ですか。いやいや、ちょっとディープインパクト。森泉来た、森泉来た、森泉来た、森泉ゴール着でゴールイン。くだらないか。FM 山口ブラブラブラゼル、はい、所ジョージ、山本ジョージ、ジョージクルーニー。山本ジョージがすげえわ。山本ジョージさんすげえな。気持ちいいですね。ジョージクルいやどうしようかな。明日ヨッシー、ヨッシーヨッシー行くぞ、呼んじゃう。ジョージクルーニーしよう。すごい人脈ですね。FM 長野孫竹、はい、市川海老蔵、うん、アーノルド・シュワルツネッガー、宮根誠司。隠し事相当。ちょっと、ちょっと、ちょっと。隠し事相当。だからもう、覚えるのを忘れてるんですから。シュワルツネッガーの隠し事っていいよな。さっき、リコね。山口萌えってさ、はい、そもそもさ、はい、俺初めて会ったのは猿岩石の2枚目の CD を出した時のプロモーションビデオのヒロイン役で出てた、山口萌ちゃん、好きっていう歌の時に、その時はもう本当になんかもうだからもう年、当然年下だしさ、あ、はい、まあだから子供みたいなもんよ、ね、子供みたいなやつだなと思っててさ、まあそこからバンバンテレビ出ていくわけよ、不思議不思議ちゃんみたいな感じで、でずっとそういう見てたらさ、急に結婚したじゃん、はい、急になんかやっぱ大人っぽくなるよね。で離婚してまた大人っぽくなるでしょ。なんか女性は愛されて、なんだろうな、あれ急になんか俺より年上の感じするよね、してくるんだよね、不思議なもんで。経験するとそんなんですかね、ね、いろんな嫌なこととかも。いや不思議なもんだな、女ってね、女ってな。ラジオネームゴルゴサーティーは、万田久子、陳建一、玉木宏。これダメよ本当に。万田久子、陳建一、玉木宏じゃないんだよ。万陳玉じゃないんだよ。何なのこれ。これタモさん気づいたらでも言うだろうな。俺万田久子で陳建一と玉木、万田ね、並んじゃったねっていう。並んだな、ショーパン。わかる？はい。ラジオネーム、ハマトラ。今ね、1個あげよう。ゴルゴサーティーは1個あげとこう。ラジオネーム、ハマトラ。赤坂康彦、クリス・ペプラー、ネズミス。いや、パーソナリティとしては1枚落ちるでしょうよ。ネズミスは。赤坂ペプラーさ、一流も一流なんだ。ネズミスはまだ早いです。これから？パーソナリティとして。ラジオネーム、レペゼンチチブ。果物ナイフ、チェーンソー、綾瀬はるかの顎。いや、そういうことじゃないんだよ。綾瀬はるか、そんな尺ってないんだよ。ちょい尺だから。可愛いから余計目立つんですかね、ちょっと。なんだろうな。うってなってる。うってなってないっつうんだろう。FM 長野ラジオネーム納豆パフェ。早乙女太一、高島正信、玉置浩二。優しそうな人ばっかりじゃん。どうでしょう。暴力とか振るわないよね、この人たち。優しい人ばっかり。きっと、はい。ラジオのファンタスティックなのだ。バッタ、イナゴ、カナメ、ジュン。それじゃライダーだったしね。虫っぽいけど。リズムがいい。ラジオのファンタスティックなのだ。おすぎ、ピーコ、ジョン・トラボルタ。トラボルタそんな公言してないからさ、あんま、お姉ちゃんって感じじゃないでしょ。うん、問題ですね。
ニオカって、ニオカも湧く今、あの浮気問題とかで結構干されてたりするからな。いいじゃないですか、ね。ああ、いいじゃんな。俺はプロ野球選手は俺それぐらいの豪傑でいいと思ってるよ。そうですよね。うん。俺は応援しますよ。あ、やっぱりそうですよね。はい、豪快であってほしいですよ。ラジオネーム、他力本願寺の子。はい。高橋秀樹、大和田慎也、藤岡博。わかんないだろう。全然わかんないですね。だるまの置物としても使える。家にね、やっぱ一家に一台ですよね。やっぱ一家に一つ欲しいですよね、だるまね。ラジオのファンタスティックアラダ、はい、今の一枚あげましょう。ラジオのファンタスティックアラダ、森久美子、根本晴美、小野陽子、胸の谷間を強調するブスたち。この前さ、ショーパンでやってる散歩の番組のゲストが来週、はい、森久美さんなのよ。へえ、あ、そうですか。ま、出てた。出てました。すっげえ出てた。胸の谷間出してますよね。で、なんとも思わないんだけど、やっぱ男の作業で見ちゃうんだよね、ちらっとね。テレビ見ても見ちゃいます、ね。うん、で、ちょっと指挟んで見てえなって思ったりするんだよね。不思議なもんだよ、あれね。これあげましょう。ラジオの他力本願寺の子、はい、松下ゆき、山村もみじ、マライアキャリー。へー、正座した姿が戦車に似ている。キャタピラ系女子。キャタピラ系女子なんて今ここで生まれましたからね。生まれましたね。これもう各雑誌にもう最初に釘刺しとかないと。キャタピラ系女子っていうのはこのサンドリから生まれた言葉ですから。アナナさん、お願いしますよ。アナナさん絶対大丈夫でしょ。え、あげましょう。ラジオネームゴルゴ31、はい、松山千春、瀬戸内寂聴、ペプシマン。丸坊主です ね、 ですね。丸坊主のお三方ですね。続きますね。ラジオネームチュリスケ FM 群馬、はい、あとおかい、森泉、なすび。前世がナス。どんないいことしたんだよ、ナス界で。ナス界人になるの相当いいことしないとダメだろう。そうでしょうね。なんかいろいろいっぱいなんかあったんだろうな、ナスができたとか。FM 福井白帯、はい、パラシュート部隊、指原莉のゴリキャン。九州左遷。バラムとゴリキャン、九州で今すげえからね、人気があるからね。ご当地タレントさ、子供みたいなもんよ、ね、子供みたいなやつだなと思っててさ、まあそこからバンバンテレビ出ていくわけよ。不思議ちゃんみたいな感じで、でずっとそういう見てたらさ、急にあの結婚したじゃん。急になんかやっぱ大人っぽくなるよね。で離婚してまた大人っぽくなるでしょ。なんか女性は愛されて、なんだろうな、あれ急になんか俺より年上の感じするよね、来てくるんだよね。不思議なもんだ。経験するとそんなんですかね。ね、いろんな嫌なこととかも。いや不思議なもんだな、女ってね。女ってな。ラジオネームゴルゴ31、うん、万田久子、陳建一、玉木宏。これダメよ本当に。万田久子、陳建一、玉木博じゃないんだよ。マンチン玉じゃないんだよ。なんなのこれ。これタモさん気づいたらでも言うだろうな。あれ、マンダさんでチンケンさん、玉木なんだな、並んじゃったねって。並んだな、ショーパン。わかる？はい。ラジオネーム、ハマトラ。今ね、1個あげよう。ゴルゴ31、1個あげとこう。ラジオネーム、ハマトラ。赤坂康彦、クリス・ペプラー、ネズミス。いや、パーソナリティとしては1枚落ちるでしょうよ。ネズミスは。赤坂、ペプラーさ、一流も一流なんだ。ネズミスはまだ早いです。これから？パーソナリティとして。ラジオネーム、レペゼンチチブ。果物ナイフ、チェーンソー、綾瀬はるかの顎。いや、そういうことじゃないんだよ。綾瀬はるか、そんな尺ってないんだよ。ちょい尺だから。可愛いから余計目立つんですかね。ちょっと、なんだろうな、うってなってる。うってなってないっつうんだろう。FM 長野、ラジオネーム、納豆パフェ。早乙女太一、
高島正信、玉置浩二。優しそうな人ばっかりじゃん。どうでしょう。暴力とか振るわないよね、この人たち。優しい人ばっかりきっと、はい。ラジオのファンタスティックなんだ。バッタ、イナゴ、カナメ、ジュン。ライダーだったしね。虫っぽいけど。リズムがいい。ラジオネームファンタスティックあれだ。おすぎ、ピーコ、ジョン・トラボルタ。トラボルタそんな公言してないからさ、あんま、お姉ゲンって感じじゃないでしょ。いわゆるゲーでしょ、ゲーでしょ。おすぎ、ね、ピーコって長くてさ、お姉だからね、おすぎとピーコは。完全に。ラジオの超重ギガジャクソン、バカリズム、ラーメンズ、どうもとつよし、かっこシュールシュールじゃない。でもいいと思う。さ、あのお友達呼びますシステムじゃなくなったわけじゃん。そうなんですよね。そうするとこういう遊び本当に実際できてくるよね。できそう。ちょっとスタッフだけ笑ってる。1個、2個、3個。面白くあげよう、はい、うん、FM 長野ラジオネーム農機具、竹井恵美、有吉弘行、10代の頃の相武咲。俺が好きな人だ。竹井恵美の今の JTB の CM 知ってる？かわいいですね。すげえかわいいな。あの娘がいたらな。娘ですか、彼女じゃなくて。なんかやっぱもう10代の子を見てさ、俺ちょっとたなんかあんなこと付き合いてえなと思わなくなったね。さすがおじさんだから。10代だともう20、もう20個近く離れてるってことでしょ。さすがにないんだよな、俺そっちの毛が。それはいいことだと思います。そっちの毛ほんとないんだよな、俺。どっちかっつったら上が好きなんじゃん。上ってことはやっぱりあれだよ、本当にあのと本当にちょうど20代ぐらいが好きよ。まあ20代30代、はい、同い年ぐらい。まあ当然なんだけど、ね。ラジオのペケミニ、ゴリラ、マウンテンゴリラ、根本はるみ。ゴリラばっかりじゃない。ゴリラ、マウンテンゴリラ、メスゴリラでもいいですけどね。はい、あれ根本はるみってもうやめたんじゃなかったっけな。やめちゃったんですか。どっか今海外行ってない。そう、うん、オーストラリアとかどっか、多分。だからちょっと休ん、ね、休んでるっていうか、もう復帰しねえだろ。ちょっと見れないんだ。見れないよ。はい。じゃあ、ラストね。ラジオネームゴルゴ31。ゾマホン、木の実7、ガルベス。顔の毛と。顔の毛と似てる。ラジオネームゴルゴ31。三村、日村、志村。これ間違いやすいね、でもね、ほんとに。聞かないととかやってると、三村さんと日村さんいるとさ、お客さんがたまにちょっと本番前とか声かけてたの。日村さーん、そしたらさ、三村さんが手振ったりして赤っ端かくっていうね。わ、恥ずかしい、それ。それ、ちょっと恥ずかしい。志村さんもあるよね、間違いやすいけどね、結構ね。だから何なんだよ。いや、そうですよね、本当に。ラジオネームゴルゴサーティは、ユーカ、エータ、ジータ。デレクジータですか。急に。やってくると思わなかった。お前、俺はお前、罠を張り巡らせてんだから、お前。油断するなよ。引っかかったよ。不用意に振ると、お前、罠にはまるぞ、お前。うわぁ。無茶ぶりだと思ってやってくるからね。そんな、俺、想定済みなんだよな、お前。ラジオネーム、他力本願寺の子。越野純子、ジュジュ、加藤ミリア。逆に可愛らしい。なんで逆に、逆にって可愛らしいでしょ。何逆に。ラジオネームワギナマイク、水川あさみ、菊池亜美、北野キー。わかんないな、これオカマバーだって。そんな感じじゃないの。ラジオネームレペゼンチティブ、マリオ、ルイージ、堀内孝雄。三兄弟ですね、これ。兄弟一人違いますけどね。堀内孝雄はすぐもう死んじゃうからね。ダダッタッタラババッパババッパババッパバーン。なんで
で？いや、そんな、だってマリオとかルイージはほら、はい、あのすごいジャンプ力とかさ、キノコ食べたら大きくなったりとかさ。あ、堀内孝雄さんは、堀内孝雄さん、堀内孝雄さんだから普通に実写みたいな、うん、チャラチャチャラチャララチャラチャンチャン、クリボの時期だったんですね、初めの。チャチャチャン、もういい歌出してこなくていいまだ根に持ってるんですか。わかりました、歌うまいのは。これ一枚いくよ。パン、ラジオの長寿ギガジャックス、炊飯器、ガンダム、勝俣邦和、じゃあ、シャー、シャー、シャなにこれ、謎謎みたいなそうなんだ、なんなのっていうコーナーになってんのラジオのワーギナマイク、長友佑都、坂東英二、佐藤恵理子、長友、坂東、佐藤恵理子、わかる？長友、坂東、サイドバック、サイドビジネス、うん、サイドキャスうまい、うん、あげよう、じゃああげよう、山野のうまいが出ましたから、出ちゃいましたねラジオネーム超獣ギガジャクソン、うん、クロちゃん、うん、クロちゃん、うん、クロちゃん、え、ハゲ、デブ、クズ、かわいそう、かわいそう、かわいそう、わわわわなんでお前してくるんですか、なんでお前してくるんですかクロちゃんがテレフォンジョッキング3日連続出たら、もうこれはもうだから、いいとも変わったなになるよね、本格的に。う、ね、うん、すごいことですけどね。すごいな、テレフォンクロちゃんだ、明日も僕が出る、テレフォンクロちゃんラジオネームファンタスティックハルダ、今の1枚あげときましょう、ギガジャクソンね、うん、ラジオネームファンタスティックハルダ、畑正憲、子連れ狼、ラジオのピケミン、星野秋、佐藤田舞、スザンヌ、わかるかな、え、星野秋、佐藤田舞、スザンヌ、ヘキサゴンとか、あー惜しいね、はい、飼い主がいなくなった途端結婚して延命を図る嗅覚の鋭い犬っころ犬っころなんて言い方すんじゃないよ、俺ぐらいで犬っころって言うラジオネームタコスケ、鈴木沙和、有賀さつき、原秀子、ゴキブリ系男子のマドンナ的存在である定食屋系女子有賀さんちょっと違うけどな、有賀さんがしっくりきてたらよかったな、もうちょっとな。ラジオネームブラブラブラゼル、藤原、藤本、明石家さんま、秋元康、ヤジを飛ばす、ツバを飛ばす、サシコを博多に飛ばすラジオネームファンタスティックアルダ、板野友美、ロシアの大統領、ビーズの稲葉、全然わかんないですね、板野友美、ともちん、ロシア大統領、プーチン、稲葉さん、ビーズ稲葉さん、なんとなんとちん、え、横ちんしてないよ、短パン履いてるだけでしてないですしてないですよ、一枚よ、ラジオネーム超獣ギガジャクソン、長友、うん、本田、深川亮、長友サッカー、本田サッカー、深川亮、マザーバッカひどい、ラジオネーム手気味に、永井秀和、吉田栄作、マリエ、勘違いして海外に渡るも大した結果を残せず、日本での居場所もなくなる大間抜け何か言ってください、ラジオネーム空飛ぶ光、松平健、竹原慎二、梅沢富美男、松竹梅綺麗に松竹梅決まりましたね、これ久々に繋がってるよ全然わかんなかったな、あげよう、ラジオネームハマトラ、桜井翔、マシオカ、小栗旬、
出ていくわけよ、不思議不思議ちゃんみたいな感じで、うんうん、でずっとそれ見てたらさ、はい、急にあの結婚したじゃん、はい、急になんかやっぱ大人っぽくなるよね。で離婚してまた大人っぽくなるでしょ。なんか女性は愛されて、なんだろうな、あれ急になんか俺より年上の感じするよね、してくるんだよね、不思議なもんで。経験するとそんなんですかね、ね、いろんな嫌なこととかも。いや不思議なもんだな、女ってね、女ってな。ラジオネームゴルゴ31、うん、マンダヒサコ、チンケンイチ、玉木ヒロシ、これダメよ本当に。マンダヒサコ、チンケンイチ、玉木ヒロシじゃないんだよ、マンチン玉じゃないんだよ、なんなのこれ。